大雪山の勇者キバオーは1978年9月23日に放送された単発テレビアニメ。スポンサーの日本生命から制作者側に対し子供たちのための健全な娯楽を提供してほしい、そして何か新しい特徴が欲しいという要望があった。そこで日本生命が日本で一番の生命保険会社ということから一番長いアニメにすることになった。 ところが、8月下旬に24時間テレビ枠内のバンダーブックが放送されてしまい、一番乗りにはならなかった。とはいえ、視聴者の反応は良かったため、翌年から日生ファミリースペシャルとして、富士テレビでの長時間アニメ枠を始めることになった。舞台となるのは北海道の大雪山。サーカスから逃げたヨーロッパの狼、デビルは、 カラフト犬の鉄と出会い5匹の子を儲けるが、一食いくま、ゴンに襲われ、息を引き取る。子犬の1匹は、牧場の娘、サナエに拾われて滝と名付けられ、育てられることになった。狼の血を引いている滝は、次第に周囲と馴染めなくなり、カネトとヨシトと医療師親子に預けられるが、人間と馴染めない滝は、自然の中へと帰っていくことになる。その後、 多くの試練を経て成長した時は、野犬の仲間たちと共に、ゴンに挑むのだった。出店出店出店。ありがとうございます。